いつか麻雀の定石というようなものを作りたいと思ってます。これはですね、本当になんか宝探しみたいな感じでですね、本当にあるのかないのかもわからないような感じなんですけども、答えは必ずあると。RMU という団体はですね、まだまだ世間に認知されていない団体で、そんな小さい団体もですね、小物たちが、僕ら RMU リーガーたちに挑戦という企画にしました。僕にどんな感じで負けていくのか今から楽しみですね。王位を倒すときに若手には負けないように、強い気持ちを持ってやっていきたいと思います。数年後には大分ガルを超えようと思っています。エンターテインメント、タレントじゃないと食っていけないこの業界かもしれないですけども、心身強さとそのスキルっていうのをアップしようっていう、それがこの RMU の売りなんで、僕はコノハンのこと天才だと思ってるんで、天才型の麻雀、結構雑な麻雀っていうふうに思われがちなんですけど、実はすごく繊細なんですよ。見てる人が楽しいって思える麻雀を打ちたいです。若手には若手より年季が違うところをバッチリ見せて、なおかつ勝って優勝したいと思います。僕は本業はインテリアのデザイナーです。当然出るからには勝ちに行きます。大井安倍公の谷以外ですか、はい、いやさすがに負ける気はしないですね。短期だけど、結局勝つのは強いやつなんで、僕は勝つんじゃないですかね、最終的に。技術研鑽を追求してきた麻雀をこういった場で注目していただきたいですね。その若さを生かしていければ勝てる要素はあるかなとは、思ってます。 RMU のカンチャンズッポシ足立ルイカです。最速最強の大井さんが私ごときに負けるなんてことはこれっぽっちもないとは思うんですけど、万が一負けた時にはおじさんに何か罰ゲームでもしてもらっちゃおうかなと思ってます。昔某CS での麻雀番組でものすごいマイナス叩いてたり、ものすごいプラス叩いて決勝残ったことがあって、その時についたあだ名がフルボッコーノとかっていう FBAK とか言われてるんですけども、ニコ生の視聴者の皆さん多分 FBK フルボッコーノってたくさん書くと思うんですけども、書きたきゃ書きゃいいじゃんと。普通にやってたら負けようがないですよね。 RMU 祭り、その名の通りリアル麻雀ユニット真の麻雀がですね、この番組で見れると思います。
安倍さん、今回のお祭り勝てますか？え、何ですか？それ信じてないんですか、私のこと。ねえ、太郎さん、なんで勝つんですから、勝つんですから、